こんにちは、ゆりかです。はい、今日はこう私の人生に欠かせないというか、いつも頼りになっているサプリをね、紹介をしてみようと思います。ですね、毎日飲むものは3つあります。1つ目からもう早速紹介していきますね。じゃん。DHC のメリロートです。これを、まあ薬局とかでも見たことある人いると思うんですけど、私これ、もう、4年ぐらいは飲んでて、韓国に行く時も大量に買ったりとか、買ってきてもらってくる人に頼んでるぐらい、もう欠かせないサプリです。ここにスタイルを決めたい人のダイエットって書いてるんですけど、これを飲むから痩せるとかそういうのではなくって、書いてる通り4大成分で水分すっきり、メリロートエキス、ジャワティエキス、イチョウハエキス、唐辛エキスが入っていて、まあそれで体の水分を溜め込まない、むくみにくい体にしてくれるよっていう成分があります。立ち仕事してたからそれでも欠かせないし、オフィスワークをしてもまあむくむしっていうので絶対にね、飲むか飲まないかで、まあね、トイレすごい行きたくなるんですけど、むくむ感じとか足の感覚が本当に違います。まあまず中身から見せていきますね。こんな感じの黒いね、ちょっと大きめの粒なので、飲むの最初ね、ちょっと大変でした。苦手な人はちょっとね、大変です。一つでも注意点があって、中に入ってるメリロートエキス、カッコクマリン 5% 200mg って書いてるんですけど、このクマリンっていうのが、このメリロート自体1日の目安を、が2粒を目安にって書いてるんですけど、私1日に1粒しか飲まないんですね。その理由がこのクマリン 5% 200mg っていうのにあって、まあ、このサプリがね、すごいすごい好きで調べてた時に、肝臓になんか良くないとかいろいろ出てきて怖くてめっちゃ調べて、ブログも書いたことあるんですけど、こう、コニッか何かで定められているその量を超えてるらしいんですよね。2粒飲むと超えちゃうんですよ。DHC からまあ2粒って書いてるので問題ないかもしれないけど、私はちょっと慎重にね、飲んで、長く飲んでいきたいので、1日1粒。で、どうしても明日特別な日なのに、前の日飲んじゃって、もうめっちゃむくむやばいみたいな日は、もう仕方なく2粒飲む日もあるんですけど、基本1粒だけしか飲まないです。これを飲むタイミングは私、朝起きてすぐ飲んでますね。次に、これ韓国で見たことある人いますか？ビタミンの錠剤じゃなくって粉のタイプで入ってるタイプなんですけど、甘酸っぱくってすごい飲みやすいんですよね。で、水なしでまあ飲めるんですけど、量がね、1つに何ぐらい？ 1.5g。粉自体がこれぐらいの量入ってるんですよ。こっち側ね。これぐらいの量が入ってるので、ちょっとこう、口がピシャピシャってなるのが苦手で、私はね、お水で飲んでます。美味しくて飲みやすいですよ。ビタミンがね、不足するとやっぱ口内炎ができたりとか、風邪もひきやすくなっちゃうので、ビタミンをちゃんと飲んでます。次にこれ初めて見る方もいらっしゃるかなと思うんですけど、AT って書いて、エッケンティ、ティーチフレーバーなんですけど、これはなんて言うんだろう、フリスクみたいな感じで、食べる、まあ、舐めるみたいなものなんですね。本当にね、これピーチの味がしてすごい美味しいし、ここにね、載ってる通り、ハイソウルかな ?2019 年アワードっていうのも入ってて、効果としては、急な会議の前に。とか、こう、タバコね、吸う人はタバコ吸った後にもいいよっていうのと、口の中がザラザラって書いてるんですけど、ザラザラっていうかなんていうか、こう気持ち悪い時飲んでも、食べてもスッキリするし、恋人とデートの前に口臭が気にならないように。口の中がこう気持ち悪いなって時とか、今日お昼ご飯の後歯磨き忘れちゃったって時とかも本当にね、ピーチなのにスッキリするって、面白い効果として下の絵なんで描いてるんだろうって思うんですけど、食べた後舌が綺麗になるんですよ。すいません、汚いんですけど、食べてる時にその効果なのか赤くなるんですね。すいませんね、汚くて。本当にごめんなさい。まあね、これすごいいいですね。これはね、比較的最近始めたサプリというか、まあ、食べてるものなんですけど、やっぱりね、なんか、自分も気持ち悪いの嫌だし、周りの人にも口臭っていうのはね、もうすごい気をつけないといけないし、人から見て言えないじゃないですか。なんか、なんかちょっと今日、臭いよとかもう絶対言えないじゃないですか。ね、仲いいね、恋人とかなら言えるかもしれないけど、なので、そういうところにももっと気をつけていきたいなと思います。そんな感じで今日私が紹介したのは3つのね、サプリメント系を紹介しました。私の人生に絶対必須だなっていうアイテムたちです。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。クロンタメバヨ、アンニョン。